無再生現代語訳「陽炎日ろう日記城」生涯ももう半ば過ぎて今ではこの世に何のなすこともなく中途半端な状態で生きながらえている私であった顔形だって人並みではなく 気象もしっかりしているわけではないからこんなに儚い暮らしをしているのも最もとは思うもののただ毎日を物うく明かし暮らしを送るうちに世間に多い古物語の端々などを取り上げてみると随分ひどい空ごとさえ書かれているようである自分は人並みでもない身の上なのだがそれをありのままに日記に書いてみたら かえっってて珍ししががくれれるる人があるかもぬまた門地の高い人の暮らしはどんな様子か世間の人が知りたい時これをその一つ話として欲しいとも思うのだが何分遠い年月のことなので記憶も薄れそのまま書かずにおけばよいことをたくさん書いてしまったことになるかもしれない。 さて、取るに足らないあわあわしかった好き事の話は別としてその年の初夏の頃兵衛之助をしていらしたあの方から突然私に求婚のお文をよこされたのであった普通の方なら仲介者を求めるなり召使いの女などに取り継がせるのが例なのだがあの方は私の父に冗談とも真面目とも そのどちらにも思えるこなしでほのめかしたりしてとんでもないと父が答えたのも気がつかないふうでいきなり馬に乗った人をよこして門をたたかせたのであった誰からなぞと聞かせるには相手はあまりはっきりしているし周囲の者が騒ぐので途方に暮れて取り入れたが次女たちが興奮してまた大きな騒ぎとなってしまった見ると漁師なぞも こういう場合にかなったものではなく非常にお立派だと平成から聞いていたお手も別人ではないかしらと思うほど下手なのでどうもすべてが疑わしかった書いてあったことは「音にのみ聞けば悲しなホトトギスこと語らわんと思う心あり今はホトトギスの季節ですが評判だけ聞いているのでは悲しいから お会いいいいしして話し合いたいと思います「返事をしなければ悪いかしらとみんなで話し合っていると昔かたぎの母が出てきてしきりに恐縮して進めるので私の方でも歌をものした」「語らわん人なき里にほととぎす飼いなかるべき声なふるそ」 話し合う人もいないようなところでございますからどうぞ無駄なことをなさらないように」。これを最初に再三よこされたが返事もしないでいるとまたお手紙をよこされた。おぼつかな、なき滝の水なれや、行方も知らぬ,世をぞたずぬるあなたはおとなしの滝のように頼りないお人だ。いつになったらお会いできるのでしょうか。 こん太田にやがてこちらからお返事を差し上げますと言ってやったのがあの方には愚かにも見えたのだろうまた続いて人知れず今や今やと待つほどに帰り来ぬこそ馬鹿しかりけりこっそりと今か今かとお待ちしているのにお返事の来ないのは心細いことですと言ってきた母が恐れ多いテキパキとお返事なさるがよいなぞと言って 納筆の次女に適当に書かせてお返ししたそれでさえ真面目に喜んで何度もお手紙をおよこしになるまた添えてある文面を見ると「浜千鳥後も渚に踏み見ぬは我をこすなみ打ち明けずらん」「お便りをいただけないのはあなたには私よりももっと親しい人があるせいでしょうか」今度も 例のの美ししししいい手で返事を書ててくれる事情に任せて紛らわしたしかしまたたたかまお文が来たのだった「真面目に代筆の返事がいただけるのは大変嬉しいことですけれどこの手紙にご自身がお書きになった返事が来なかったらどんなにつらいことでしょうか」など尋常な文の端に書き添えてあった「いずれとも分かぬ心は添えたれど」 こたびは先に見ぬ人のり。どちらも区別しない気持ちでおりますが今度は前に見なかった人のもとにこれを差し上げます」と書いてあったがいつものように私は人任せでさばいてしまったこんなふうで恋愛というほどの交際もなく張りふれた消息のやり取りなどをしていたずらに月日を過ごしていたのであった 秋になって「分別臭く見られるのがつらくて我慢していましたけれどもうどうにも収まらなくて」というお手紙を添えこんな歌が来た「鹿の根も聞こえぬ里に住みながら怪しく会わぬ目をも見るかな」「街中に住む身には鹿の鳴く音も聞こえはしないのに不思議に眠られぬ夜を悩んでいます」 私の返事。高砂の尾上渡りに住まうとも鹿覚めぬべき目とは聞かぬをあなたは山中に鹿と一緒に住んでおいでになってもそんなにお目覚めがちな方とは聞いていませんが本当に変わったお心でございますとだけ言ってやったまたしばらくするとお歌があった大阪の 関やなかなか近けれど声わびぬれば嘆き手ぞふる大阪山はすぐ近くですが声にくくて悲しんでいます声わぶる大阪よりも音に聞く「なこそをかたきと知らなん大阪の関よりも来るなという意味の「なこそ」の方がずっと声にくい関所だとお思いくださいなどとご変化したけれど 私の心はどんなふうに動いていたのだろうか何度も歌を送り答えしているうちにとうとうあの方をお通わせするようになってしまったある朝夕暮れの流れ車を待つほどに涙多いの川とこそなれ夕暮れを待っている間にもう涙が頬ににじんできます会いたくて。 こんな絹絹の大谷に対し私も変化をした思うこと大井の川の夕暮れは心にもあらず流れこそすれ。物思いの多い夕方はすぐにも悲しくなってまいりますそして三日目のお祝いの朝志のの目に起きける空は思えで 怪しく梅雨と消え返りつる。「明け方に別れて帰る時は人心もなくまるで奥露の過疎けさで消えてしまいそうです」とまた頼りをいただいたので私の方でもお返しをした「定めなく消え帰りつる露よりも空だのめする我は何なり」。 そんな釣れない梅雨よりも当てにならない人を当てにする私の儚さは一体何と言ったらよいのでございましょう?」こうしてごくありふれた状態で日が過ぎていったが間もなく私がよそへ出かけて行ってそこに滞在していた家にいらして泊まって行かれたりした翌朝今日一日だけでものんびりしたいと思っていたが なんだか迷惑そうだったので帰ってしまった「どうしたのか私にはあなたのなさることが私を避けるために山籠もりしていられるとしか思えないが」と言ってきた私はただ歌だけでお返事した「思えぬ柿穂におればなでしこの花にぞつゆはたまらざりける」「思いがけぬ場所に来ていますと自分の身の上が顧みられて」 止めどなく涙ぐんで参りまりす「日を送るうちやがて9月になってしまったも森の頃引き続いて二晩ばかりいらっしゃらない夜があって手紙だけが来たものだからこちらからこんな歌を言ってやった」「消え帰り梅雨もまだ日ぬ袖の上に今朝はしぐるる空も割りなし」。 消える思いで明かした袖も乾かないのに、今朝はまたしぐれが降って気がかりなことです。折り返しすぐに返事があって、思いある心の空になりぬれば、今朝はしぐると見うるなるらん。あなたのことを思えば空と一緒になって、私の心がしぐれのように見えるのでしょう。と慰めてきたので、 私がその返事を書きかけていると不意にご本人が見えたのであったしかしまたしばらくたって訪問が絶えている頃ちょうど雨の日夕暮れに行こうなど言ってこられたが私の方でも恨みがちだった柏木の森の下草暮れごとになお頼めとやモルをみるみる あなたのお下に身を寄せて生きている私は毎いを会えないのを嘆きながらやはり移り気なあなたを頼りにしなければならないのでしょうかそんな歌を送ってみたがあのお方はご自身でやってきて返事は紛らしてしまった10月になってこちらで物意味に引きこもって誰にも会わないでいる間を なんだか不安そうに心配された様子で嘆きつつ返す衣の露敵にいとど空さえしぐれそうらんせめて夢の中で会いたいと衣を裏返しにして寝たのだがやはり眠れないで涙に濡れそのため空も一層しぐれめいてくるらしく思われる私の返事は大変古風なものになってしまって 思いあらばひなましものをいかでかは返す衣の誰も塗るらん思いの火があるなら乾きそうなものですのに何で返した衣が誰もぬれるのでしょうか」などとまるで昔の歌のような調子で申し上げるのであった「そのうち私の本当に頼りにしている父が国の神に任ぜられて いいよいよ道の区へ旅立つことになったが時節はたださえ哀れの深い秋のことだし夫と頼むあの方にもまだそんなに慣れ馴染んだというほどでもないいらっしゃるたびに私はただ涙ぐみ途方に暮れているばかりで心細いことは例えようもないくらいだったあの方はそういう私の気持ちを引き立てようとして身にしむような言葉つきで 決して見捨てるようなことはおさせしないから安心していらっしゃいと言ってくれるのだが人間の心なんてそんなにあてになった試しはないと思ってみたりただむやみに心悲しいことばかり考え続けられていたいよいよ皆出発という日になって行く父の方でも涙を止めかねるほどだったが後に残る私たちの方はまして言葉にもできないほど別れを惜しんでいたので 出発の予定時刻が延びてしまった。そしてまた顔を見合わせては悲しんでいたが父は形見の硯に何かみのようなものを巻き込んでまたほろほろと涙ぐみながら家を出られた私はしばらく見る気にもなれなかったがもうすっかり後を見送ってしまったので何だかためらいがちにそれを開いてみると「君を飲み」。 頼む旅なる心には行く末遠く思うゆるかなあなただけを頼りにして遠く旅立っていく身ですがどうぞ娘との行く末がまどかであるよう祈ります」と書いてあった私の夫に読んでほしいというのだろうとなんだかそんな親の心が切ないような気がし元の通りに巻いておいた。 ししばらくしてあの方が来たた。ようだった目も見合わせないで私が思い沈んでいると「どうなされたこんなことは世の常のことではないか。そんなに悲しんでばかりいるのは私を頼りにしていないと受け取っても良いことになる」などと程よく取りなしているうちにふと硯の中の手紙に気がついて読み下し「ああ」と言ったまま外へ出て行った。門のところで、 「我を飲み頼むといえば行く末の松のちぎりも来てこそは見め私だけを信頼すると言われますが私は心丈夫です末永く二人の中をどうぞ来てみてください」と一首の歌を言い残していったこうして日が経つうちに旅へ出発した父のことを思いやるだけでも ななんとなく心細いのにあの方の心も何かあまり頼もしそうにも見えない気が混じりながら私を嘆きに誘うた12月になってあの人は比叡山の余川に参楼するようができて寒いのに登って行かれた「誰も彼も皆雪に降り込められて大層心細く恋しさも耐え難い」と使いに行ってこさせたので 私は歌をつけて返した。「凍る蘭余川の水に降る雪も我がごと消えて物は思わず凍っているだろう余川の水に降る雪も私ほどは悲しい物思いはいたします前にその年もまた儚かなく暮れてしまった」。 正月自分に二三日見えない日が続いた間によそへ出かけるようができたので使いが来たら渡しておくれと言って私は歌を置いていった。知られねば身はうぐいすの振り入れつつ泣きてこそ行け野にも山にも。行く末のことも不安なので私はうぐいすのように野山に出てさすらい泣くような惨めさでございます。 そ「うぐいすの『あだにいでゆかん山辺』にも泣く声聞かばずぬばかりぞ」「うぐいすのように浮気をして出て行ってもその美しい声を聞いたら私は山の中へでも尋ねて行くことをいつも心に決めております」「そんなことがあるうちに私はどうやら体が普通でない様子で」 春から夏へとずっと悩み暮らしていた8月の末にようやく道綱が生まれたのだがその間中さすがにあの方は親切に扱ってくださる様子であった9月頃になってある日ちょっと外出せられた留守に手箱が置いてあるのを何気なく手慰みに開けてみたら誰かのところへ届けようとした文があった あきれ果てた気がしたがせめてその文を見たという厳しさだけでも知られたいと書きつけておいた「疑わし他に渡せる文見ればここや途絶えにならんとすらん」「よその女におあげになるお文を見るともうここへはおいでにならなくなるだろうと心がかりになります」など心の内を述べてみたがどうしたのか 「10月の坪森頃に3日も続けざまにいらっしゃらない晩があった」「白状なふりをしてお前の気持ちをしばらく試しているうち」なぞとやがてやってきて機嫌を取っていらしてのうち,ちょっと逃れがたいようがあるので」と言ってここから夕方出て行こうとされるのであった変に思って人に後をつけさせてみたら町の工事にあるこれこれでお泊まりになりました。 と言って帰ってて帰きたやっぱりそうだったのかと胸も痛む思いで数日を過ごしているとある明け方あの方はまた門を叩いておいでになるのであったそうらしいとは思うが悔しいので開けさせないでいると例の女の家と思われるところへ行ってしまったが朝になってそのままにしておくのも気になるので嘆きつつ ぬるよのあくるまはいかにひさしきものとかは知る。嘆きながらひとり寝ている夜のあの長い夜明けを待つ苦しみがどんなに長く耐えられないものかおわかりでございますか?と」といつもより少し引き繕った字で書いて色わせた菊にさして持たせてやった。すぐに返事があって「お前が戸を開けてくれるまで待とうとしたのだが」。 給養の便りを持ってくるものにあったので本当に仕方のないこと「下にや下に冬の夜ならぬ牧野とも遅くあくるはわびしかりけり」「なるほど冬の夜は明けにくいが牧野ともなかなか明けてくれぬのはつらいものそれにしてもこちらでどうも変なことだとこんなに疑わしく思っていることを」 「まるで何事もなかった」といったふうである「今しばらくの間でも私には女のことを内緒にしている様子でも作って「うちへ」など言っておだましになってくれられないものかといよいよ気に食わないなさり方だとつくづくこずらにくく思われた年改まってやっと三月になったお節句には桃のお花なぞを飾りつけて ウキウキと待っていたのにとうとうお見えにならなかった近頃姉のところへお通いになってくるもう一人の方もいつもは立ち去りかねるほどの深い気持ちなのにどうしたのか今日はお見えにならないそうして4日の早朝になって2人そろってやって来た夕べから待ちわびていた次女たちがせっかく用意したものをそのままにしておくよりはと言って 「あちちららちらからららかかももこ準備の品を持ち出してきた。あんなに心を込めて準備してあった花を折って内緒の方から取り出してくるのを見ると私はふと腹立たしい気持ちになって手習いでもしているような様子で待つほどの昨日を過ぎにし花の絵は今日折ることぞ買いなかりける」「待っていた昨日が過ぎてしまったので花の枝は今日折っても何の買いもありませぬ」 と書いて、もうどっちでもいいどうせ憎らしいのだからと思って隠してしまったのにあの人はふと様子を気取って奪い取り返事をした。「道とせを見つべき身には年ごとにすくにもあらぬ花と知らせん」「行く末長くちぎるはずの私には今さらこと新しく愛情の細やかさをとやかく言うほどのことはありませぬ。 それを姉のところへ来るもう一人の方も聞いてご自分でも歌を作られた。花によりすくちょうことのゆゆしきによそながらにて暮らしてしなり桃のお花のためにすくのだと思われるのが嫌で昨日はわざと来なかったのです。その前後からもう町の工事の女のもとへ通っていくことをわざとはっきりと 素振りにに見せるようになっっていった私よりも前からの人との間さえ何か後悔しているような様子だった。言い,いようもなく心うく思われたけれどどう手のつけようもないのである。姉の方へばかり今一方が絶えず出入りするのを見つつ暮らしているうちにどうしたのかもっと心安く過ごせるところへ行こうと姉を家から連れ出して行ってしまった。 後に残される私はやりきれないほど心切なくこれからは影も容易に見られなくなるに相違ないと心底から心沈んでいよいよ出発の車を寄せる間にこう言ってやった「などかかる嘆きはしげさ勝りつつ人のみかかる宿となるらんどうして嘆きだけがこんなに多くなって人は離れていく住まいとなってしまうのでしょう。 返事は姉の代わりに男がした。「思う帳我が事の葉を仇人の茂る嘆きに添えて恨むな」「あなたのことを思っているという私の言葉を浮気な人ゆえにするあなたの嘆きに添えてあの人をそんなにお恨みしないように」などを言い残してやがて皆移っていってしまった。 それからはただ一人で寝起きをする身となってしまった。大体の生活は何の不足もないのだけれど、ただあの人の気持ちだけを恨みに思っている。しかしそれは私ばかりでなかった。この頃は長い間のちぎりで本邸に住んでいる時姫のところさえ途絶えがちだという噂なので、文などを通わすついでがあったので、五月三四日の頃、 こんなお見舞いを送ってみた。「そこにさえカルというなるマコモグサいかなる沢に根をとどむらんあなたのところさえ離れているということですが一体あの人はどこに通っているのでしょうかすぐに返事が来た」「マコモグサカルとは淀の沢なれや、 根をとどむ『唐沢はそことか』『離れて行ったのは私のところでしょうあの人の通っているのはあなたのところと聞いていますが痛い歌だった』六月になりその月初めにかけてひどい雨がしとしと降り続いた退屈でぼんやり庭を眺めているうちに 一りごとのように歌を作ってみたが、慰められるものではなかった。我が宿の嘆きの下葉色深く、うつろいにけり長めふる間に、長めに庭の下葉も色あせたが、私も物思いに沈んでいる間に気量が衰えてしまった。やがて七月になった。 一層二人の仲が絶えてしまったのならかえってたまに来るよりはましだろうなどと思い続けている時にふと訪ねてきたひ日があったものも言わないからなんとなく寂しく物足りない様子だったのでそば遣いの次女が前の下場の歌のことを話のついでに言い出すとあの方はじっと聞いていてこう言った「織ならで色づきにける紅葉は葉 「時に相手ぞ色まさりける」「その時期でもないのに色づいた紅葉はちょうど時節にあって一層美しくなったではないか」「仕方なく私も硯を引き寄せて秋に合う色こそ増してわびしけれ下葉をだにも嘆きしものを」「下葉の色づくのでさえ嘆いて見る私ですからすっかり飽きられてしまうのはとても悲しい」 こんな状態でどうにか引き続いてくることは来ていたが心の打ち解けるよりとてなくだんだんお互いに気まずくかたくなになっていったたまに訪ねてきても不機嫌な顔を見せるのであの人の方でもそちらがそのつもりならと景色番で帰るようなこともあった林家のよく事情を知った人が出て行くのを知って歌を詠んだ「もしをやく」 煙の空に立ちぬるは薄べやしつるくゆる思いにくよくよして不機嫌でいらっしゃる顔を見るのはあの人も面白くなくて帰っていくのであろう」などと隣人から差し出口が出るほどお互いに恨み事を言い合ったあげく最近は本当に長い間訪れてこない普通の時なら何でもなかったのだが 私はこの頃、魂が有利でもしたようにぼんやりとしてしまい何でも何気なく置いてあるものがふと見えなくなってしまう状態だったこれではしようがない何一つ思い出の種さえなかったんだなぞと思っていると10日ほどたって手紙が来た「何くれ」と書いて「頂戴の柱に結びつけておいた小弓の矢を取って届けておくれ」とあったので まだこんなもののが残っていたのかと「思いながら取り下ろした。思い譲る時もあらじと思えどもやと言うにこそ驚かれぬれあなたのことなど思い出す時もあるまいと思っていましたのにやと言われて驚きました」と書いて持たせてやったこうして中が耐えていた間あいにく 一条西の当院の私の家はあの人が代理へ参上したり東一条の本邸へ退出したりする道筋にあたるので夜中となく暁となく咳払いなどして前を通っていくのが聞かないでいようと思っても耳についてよく寝入ることもできなかった夜通し眠らないでいるのでああ,あの人が通ると伝わってくる気持ちはたとえるものがないくらいだった今はせめて あの人の人こととと、を見聞きしないでいたいいでた思っていると昔熱心にお通いになった方も今はいらっしゃらないそうですねなどと誰かが召使いたちに話をしているのを聞くと胸が詰まりそうで夕方はことに物悲しかった子供が大勢いると聞いていた時姫のところも今は全然お通いが絶えてしまったという噂なのでましてどんなに悲しい思いをしていらっしゃるかと またた頼りを書いてみた「九月頃のことだった身にしむような文面に歌を添えた」「吹く風につけてもとわむささがにの通いし道は空にたゆとも」「風が吹くにつけてもお尋ねいたしますたとえ雲もならぬあの人の通った道はむなしく耐えてしまいましても返事も」 今度はこまごまごとあった。「色を変わる心と見ればつけて問う風ゆゆしくも思うゆるかな」「風につけて問うてくださるのはありがとうございますがその風が秋風ではあの浮気な人の心のようで心からうれしくはありません」などと添えてあったこうして全然訪れないというふうでもなく 時々訪ねてきたりして冬になってしまった私はただ毎日を幼い道綱一人を慰め相手にしていかでなお網代の費用に事問わん何によりてか我を問わぬとなぞいう許可を心にもなく口ずさんでいたのであったまた年が変わって春になった この頃を読むというので持ち歩いている書物を忘れていき召使いの女を取りによこした包んでやる紙に「踏み置きし裏も心も荒れたれば後をとどめぬ千鳥なりけり」「あなたも荒れた裏に来なくなった千鳥のように書物まで取りによこして離れてしまう気でいらっしゃるのでしょう」と書いてやったら返事は気の利いたふうに「心を荒ると 踏みみ返すととも浜千鳥裏に飲みこそ後はどめね「お前は心が荒れたと言って本を返してくれても私はお前のところ以外に通うところがあろうはずがない」と言ってきたまた使いの便利があったので歌を送った「浜千鳥後の泊まりを尋ねとて行方も知らぬ恨みをやせん」。 鳥が止まる足跡を訪ねて嘆くように私はどこまで嘆き暮らすことでしょうそして夏になった得意絶頂の町の工事の女のところで子供を産む頃になってこのお気に入りの女を連れて一つ車に相乗りで都中を鳴り響かせて本当に聞きづらいほどの大騒ぎをし こここの家の家門前をわざわざざ通っていいくということとううがあり得ることだろうか。私はただあっけに取られて物も言えないが親や召使いをはじめとして全く胸の痛虫打ちだ他に道があるまいことかなどと口々に言い騒ぐのを聞くとただ死んでしまいたいと思うがそれもままならぬことなのでもう今後は絶対に会うことだけはやめてしまいたい本当に嫌なことだと思っていたすると 三四日ばかり経って手紙が来た呆れるばかりでなんだか気味が悪いと思いつつ見ると「この頃ここに取り込みがあって参上できなかったが昨日無事に生まれたようなのでそちらへ伺ってもよいのだがお前の方でお産のがれを嫌うかと思って」と書いてあったますます呆れこんなことはまたと世にあるとも思えないのでただ「おふみをありがとう」とだけ言ってやった 次女が使いの者のに聞くと「男気味です」というのを聞いてなんだか胸が塞がるようだまた三四日ほどしてご自身で平気な顔をして見えた何が来たのかと見向きもしないのでひどく間が悪く帰っていったがそんなことも度重なっていった七月になって住まいの設恵の頃古いのと新しいのと一揃そろえずつ装束を包んで これを仕立ててください、などと言ってよこすがこんなことってあるものだろうか見ても目がクラクラするのだ昔かたぎの母はお気の毒にあっちでは仕立てて差し上げられないんでしょうと言い次女たちは集まってあら嫌だ出来もしないくせに悪口だけ聞かされるくらいのものだなど話し合って返してやった案のごとくあちらではここかしこと分担してするということである あの人もあまりに白状だと思ったのだろうか20日余りも訪ねてこなかったその後どんな機会だったか手紙が来た「お伺いしたいのだがどうも遠慮されてね」はっきり「来い」というのなら「恐る恐る」な書いてあった「もう返事はすまいと思うがみんながそりゃ白状だあんまりだ」などを言うので 本に入れて岩地やさらにおおよそのなびく雄花に任せてもみん。はっきり言葉に出してはもう言いません。どちらへなびくか成り行きに任せましょう。すぐに返事があった。本に入ればまずなびきなん話すすき、古知町風のかんまにまに。はっきり言葉に出して言うと、もちろん雄花がこちになびくように。 私はお前になびいていてるのだ使いがあったので「嵐のみ含める宿に話すすき本に入れたりと買いやなからん」「はっきり言っていただいてもあなたの心がそんなに離れていては何の甲斐もありません」などと適当に言ってやったりしているうちまた見えた洗剤の花がいろいろに咲き乱れているのを見合って 横になりながらこう言われる互いに不満に思い合っていることがあるからだろう。桃草に乱れて見える花の色はただ白露の奥にあるらん。花々が咲き乱れているように見えるのはその上にただ露が置かれているだけである。私を恨む心も一時的なものなのだ。私の方でも返事をした。 秋を思い乱るる花の上にうちの心は言えばさらなり吐きられたのを思い悩んでいる私の心の中はもう言う言葉もありませぬと言ってみたがまたいつものように冷たい態度になってしまった十九日の月がちょうど山の葉を出る頃どこかへ出て行こうとするそぶりである。 そんなにしなくてもよかりそうな夜なのにと思う様子が見えたのだろうか気を引くように「止まらなければならないことがあれば」などと言うが私はそれほどに思ってもいない「いかがせん山の葉にだにとどまらで心も空にいでむ月をば山の葉にとどまらないでどんどん出ていく月のようなあなたをどうして止められましょうか」 とと、いう歌を示すとすぐに返した。「久方の空に心の伊豆といえば影はそこにも止まるべきかな空の月ならばそ底に影が映るがお前が止まれと望むなら私は止まるはずではないか」。なんだかぐずついているようで結局その夜止まっていった。 二百十日の頃台風めいた風が吹いて二日ばかりの後またやってきた。先日の暴風はどうだったとくらいは大抵の人なら尋ねるでしょうにと言ってやるともっともだと思ったのかしかし平気な顔つきで「事の葉はちりもやするととどめ起きて今日は身からも遠うにやはあらん。 言葉では風に飛ばされてしまうので今日は自分でやってきたんではないかそれなのに」と言うから私の方では「散り来ても問いぞしてまし事の葉をコチは裁かり吹きし頼りにあんなにコチが吹いたのに託してたとえ散ってもこちらへ何か尋ねてほしかった」また向こうで「コチといえば大蔵なりし風にいかで」 つけては問わん当たら名だてに「こちというような世間並みの風には任せられないただ変な評判が立つばかりだから」「負け抜きになって私から」「ちらさじと惜しみを聞けることのはを「きながらだにぞ今朝は問わまし」「ちらすまいと惜しんでおいたお言葉なら今朝来られたんだからさあ早く行ってください」。 ここれれにはあのの方方も、もそうう言われるのも仕ががないいとと納得がいったことだろうか「10月ごろそれはとても大切な用があるんだ」などと言って私のところから出て行こうとしてあいにくしぐれなぞという程度じゃない雨が降りしぶいているそれでも出て行こうとするのであきれてしまってこんな言葉がつい口から出た「断りの折とは見れどさよふけて」 やしぐれの降りはずべき今はしぐれの季節なので降るのは当たり前ですが夜深くこんなに降っているんですからどうぞ出て行かないでください」と言っているのに誰だって無理に出ていく人があるだろうかこのように日がたっていくうちに年も変わり血行ずくめに扱われていたあの町の工事の女のところでは 子供を産んでから嫌気がさされてしまったようなので意地の悪い考えから生きながらえさして私が悩んでいるように反対に苦しませてやりたいと思っていたのだがそんな結果になってきて果ては大騒ぎをして産んだ子供も死んでしまったのであったこの女は孫王の下船な女に産ませた巫女のお年種で話にならない悪い素性なのだ ただこの説の事情を知らぬ人がちやほやしたのでこんなに羽振りがよかったのだが急に見捨てられてしまったのでどんな気持ちでいるのだろうか私の悩みよりももっと余計に悩んでいるだろうと思うと今こそ胸のかえも下りるようであったあの人は時姫のいる本邸へ引き払っているなどという噂だったがここへは今まで通りの感覚を置いて通ってくるようなので私としては ともすれば不満に思うことが多かった。ここではしかし幼い道綱がもう片言を言うほどになっていてあの方が出て行く時口癖のように「またそのうち来る」という言葉を聞き覚えて真似をして歩くこんなことでまたぐっすり眠る夜もなく嘆かれるがかしこがっておせっかいをする人が若い美空でどうしてこんな風で。 他にもっとしっかりした男を探せばよいのにというようなこともあるが、あの人はなんだか平気な顔で、一体私のどこが悪いんだ、なぞと隠すところもなく罪もないように振る舞っているものだからどうしようもなくいろいろ思い惑うことばかり多かった。なんとか自分の気持ちをこまごまと言い知らせる方法はないかしらと考えあぐんでいたけれど味気ないことだった。 結局あの人の前で胸が騒いで物も言えないでばかり過ごしているそれでもやっぱりこの気持ちを書き続けてあの方に読んでもらおうと思い聴歌を作ってみた昔も今も私の心は安らぐこともできずこのまま果ててしまうのでしょうか初めてお会いした年の秋は 優しいお言葉もすぐに色あせていくのではないかしらともう心細く嘆いておりました冬には遠い道のくへ分かれていく父を惜しんで檻からの初しぐれにぐっしょり袖を濡らして嘆きましたがあなたにはどうぞ娘を見捨ててくださるなと言い残したとか聞きましたのでまさかと思う暇もなく急に中が疎くなって邪魔な白雲ばかりが間に立ちふさがり途方に暮れているうちに すっかり頼り頼も耐えてししままいました「秋になって仮金がまた故郷に立ち返るときあなたも帰ってきてくださるかと思いつつ日を送っていたけれどその甲斐ももはやございません。こんな私はセミの殻のような虚しい身であなたの薄情なことは今に始まったことではなく早くから浅ましいお心に泣かされてばかり過ごしてきたのですけれど。 何のすくせのせでしょうか。思い切って別れもできずこのつらい世に漂って皆輪のように消えられたらと思うのですが悲しいことに道のくの父が帰ってくる時さえ待てないではとこの世を捨てることもできません。愛みさえすればと思いつつ嘆く我が身も考え直せばもっと違った生き方ができる境遇ですのにどうしてこうがいないかと思うのですが。 離れててしまってはやはやりさすがに恋ししく思ううことでしょうか互いに慣れ親しんでいたことを思うと世を離れて尼となっても私は甲いなく昔を忍んで泣き続けることでしょうよ。ああ思いこう思いしても積もった枕のちりどもも独り寝の余々の数には比べようもなく私はやっぱり別れることができそうもございません。 本能一時の旅の別れと考えているのですが、のわきの後のあの日にいらして、お帰りの時、気休めのように、そのうちまた来ると言われた言葉を、本当にそうかと待っている幼子が、いつも真似しているのを聞くと、決まりが悪いほど涙が出ます。我が身はもはや飽きられてしまって、来てくださるはずもないから、何を言うかいもないとは知りながら、 命ある限りと頼らせていらっしゃったそのお言葉の本意が知りたくもし立ち寄ってくださるならお尋ねしたいと思っています」と書いて書棚に使っている二階寿司の中に置いたその日いつもの時刻に訪れたがそちらに出て行かないでいると言いづらくなったのかこの文だけを取って帰ってしまった。まもなく、 あちらからかも聴が来た。「折り染めた時のもみじが間もなく色あせていくことは世の常の習わしであろう。そんな風に中の遠のく人もあろうしお前はそれを嘆いているらしいが父君が旅立つ前に特別の言葉を残されたせいもあってかお前に対する私の愛情は初霜にあったもみじが一層鮮やかになるように深くなっていくばかりなのだ。 愛がなくなるどころではなく、いつ来るかと待っている幼子を行ってみようとしばしば立ち寄る私だが、どうしたのかお前はいつも機嫌が悪く、離れるつもりはないけれど、私の訪問を避けさすように周囲の人が隔てるから、身の置きどころなく困り果てて、慣れた宿もないままに、やはり元の住まいに戻るのが常であった。それでも時たま訪ねてみても、相手にされぬ一人寝で。 夜中に目覚めれば牧野とに月影がくまなくさしているだけでお前は影さえ見せないのでとうとう幾分疎むことにもなったのであろう誰が隠し目と用を明かしたりするだろうかどっちの人が大切かなどというのはそれこそ罪だそんなに言うならもう会わないで誰か他人の世話にでもなるがいい私の身もいわきでないからお前の考えを止めはしないがむつまじい間が こう幾重にも隔たって涙に濡れるほどでも以前の二人の仲を思い出しさえすればその涙も乾くことだろうどんなに勤めても一度すさんだ人の心をどうして元へつなぎとめることができよう私を親だと知っている母親育ちの幼子が恋したって泣いているかと思うと本当にかわいそうに思えてくるまた使いの頼りがあったのでこう言ってやる 名くべき人も放てば道のくの馬や限りにあらんとすらん。慣れ親しんできたあなたもお捨てになってしまったから私はもうこれきりになってしまうでしょう。どう思ったのだろうか返事が来た。我が名をおぶちの駒のあればこそなずくにつかぬみとも知られめ私がおぶちの駒のようにあれるならとにかく そうではないのだから名付けようとすれば名付くはずだと悟ってほしいのに私の方から重ねて「駒うげになりまさりつつ名付けぬを粉は絶えずぞ頼み気にける」「気にくそうにだんだんなっていきますほどですけれど子供はいつもあなたを頼りにしているのです」「また返事が来た白河の関の関場や駒うくて」 あまたの日をば引き渡りつる。白河の席が邪魔をしているのかもはや気にくくて長い日数がたってしまった「あさって頃に会いたいけれど」と言ってきたちょうど時は7月5日のことである長い物忌みにこもっていた頃にこう言ってきたものだから返事に「天の川七日をちぎる心あらば」 星合いばかりの影を見よとや7日に会おうと約束せられるところからお察しするとまるで天の川の星合いのように一年にわずか一日ぐらいだけ会ってやろうとおっしゃるんでしょう。もっともと思ったのだろうか少し私のことに心を止めたふうでいくつ期かが過ぎた。 目障りだと思っていた町の工事の女のところではこの頃あらゆる手立てを尽くして騒いでいるという噂を聞いたが私はほっとしている昔からの関係の時姫のことだけはどうしようもなくそれは私にとってある時は耐え難い思いをそそるけれど前の世からの祝宴なのだろうと心を砕きながらも過ごしているその年の正月あの方は ショーナゴンの年限も過ぎて C になったので天井も下り5月には「兵部隊夫」などという気に食わない役目に任官された内心不満で世の中が嫌になったように引きこもりここかしこ通う以外は外出もしないから大変暇があるのか私のところで23日過ごされたりしたするとある日 気の進まない役所の長官兵部卿の宮からこんなふうに言ってこられた「乱れ糸の司一つになりてしも来ることのなど耐えにたるらん君と同感になったのになぜ来ることが耐えてしまったのだろう」「夫の返事『太えといえば糸ぞ悲しき君により同じ司に来るかいもなく」「耐えたとおっしゃるのは大変悲しい。 あなたのおかげで同じつかさになったかいもなくまた折り返し宮の方から「夏引きの糸断ことわりや二目三目よりありく間に程の降るかも二人も三人もの奥さんのところをより歩く間に時間がたって出資できないのも断りのようだ少し照れたのか夫から「七ばかりありもこそあれ夏引きの」。 は亡き一目二目二に一人や二人で暇がないというのではない数えれば七人ばかりあるのですよ。また宮から「君と我なお白糸のいかにして浮き伏しなくてたえんとぞ思う」。私と君とはやはり白糸のようにさっぱりした関係でいざこざなく別れてしまいたいと思うが。 二人三人と君の女を限ったのは少なすぎて失礼だった物意味があるのでこれでよしますと言ってこられた夫の返事に「ようふともちぎり起きてし中よりはいとどゆゆしきことも見うらん」「男女の中からは長い間には嫌なことも起こりましょうがあなたと私の間からは決してそんなこともなくご交際できるでしょう」と申し上げた。 そのころ5月20日余りから45日の物読みに片タタをしようと地方勤めから帰ってきている父の鴨川の別邸へ移ったところ兵部卿の宮はただ垣根を一つ隔てたところに来ていらっしゃった6月にかけて雨がひどく降ったので誰もが憂鬱に引きこもっていたのであったこちらはみすぼらしい家なので雨漏りがするような騒ぎをしていると こうおっっしゃて「つれづれの長めのうちに注ぐらん事の筋こそおかしかりけれお二人で退屈していられるところに雨漏りがするなんてなんだか趣があるようですね」「私からのお返事」「いずこにも長めの注ぐ頃なれば世に降る人はのどけからじを」 どこもかしこも長雨で皆物思いも多い頃ですのにのんきでいらっしゃいますこと。のんきだと言われればそんなところもありますねと宮は言われ雨の下騒ぐ心も大水にたれも小石にぬれざらめやわこの長雨に大騒ぎをしている人は多いがそれは大水の小石にぬれるように恋意に皆が袖をぬらしているのですよ。 というお歌だった。私のお返事は「世と共にかつ見る人の恋路よも干すよあらじと思いこそやれ常にお会いしていらっしゃるあなた様の恋路にしましてもこの長雨では涙を乾かす夜はありますまい」。また宮から「しかも犬君ぞぬるらん常に住むところにはまだ恋路だになし」。 稀にしか会わぬあなたの方は涙に濡れることもあろうがいつもたった一人の妻と暮らしている私の方には恋路というものさえありません「本当におむつまじいご様子だ」など夫と二人で言いながら拝見した雨の合間に夫が例の時姫のところへ通って行った日宮の方からもいつものお手紙が来た「夫は不在だ」と言ったけれど それでもと言ってお聞きにならないので持ってきたのを見ると常夏に恋しきことや慰みんと君が柿穂におると知らずや長い間にあなたを恋しく思う心を慰めようとあなたの垣根に咲くなでしこをおるのだと覚えてくださいそんなことを言ってももう甲斐がないことなので帰りますと書いてあったそれから二日ばかりたって 夫がが来たので、こんなおおっておりますと見せたが夫はなぜかもう時が経ってしまったから返事をするのもちょっと困るがと言いただこの頃はお便りもいただきませんがと申し上げたするとすぐに宮から返事が来た水まさり、浦も渚の頃なれば千鳥の後を踏みは惑うか増水して 裏もなくなった頃なので、千鳥の跡も迷ってしまうのでしょう。こちらからの手紙は、ところもわからずになったと見えます。そんな感じがするんですが、お恨みになるのは辛いですね。自ら訪問するとお手紙にあるのは本当ですかと、女のようにわざわざひらがなでお書きになった。男の手では苦しいのに。夫から返事を差し上げた。 がくれ、見ることたきとならば、潮干を待たん、からきわざかな。秘密のお手紙なら、待たなければならないでしょう。しかし、待つのはつらいことの一つです。また、宮から、裏もなく、文みあるとを渡つ海の、潮の昼間も何にかはせん。別に、下心なくお手紙を差し上げるんですから、そんなに大げさに考えないでいただきたい。 「変なふうに意味が取られたものですね」と書いてこられたこうしているうちにみなつき払いの時も過ぎ七夕も明日という頃になった物意味も四十日ばかりになってしまったが日頃なんとなく気分がすぐれずせきもひどく出るのでもののけに取りつかれたのだろうか家事祈祷でもしてみようかと考えてみた。 今いるところは狭くもあるしひどく暑い頃だからといつも子守に行く鳴滝の山寺へ登っていったそして1 5六6日になるともう盆などする頃になってしまったそこら辺りの人々は変な風に荷物を担ったり頭に乗っけたりしてめいめい忙しそうに往来しているのを見ると夫と2人で一緒に笑ったり面白がったりした。 そして気分もだんだん良くなって物言いにも過ぎてしまったから都に出て秋冬は取り留めもなく過ぎていった年が改まったけれど何の変わったこともないあの人の心が穏やかな時は全てがのんびりとしているこの月始めから夫はまた天井を許されていたそして 4月13日の鴨の山陰のみそぎの日例の宮から見物に行かれるなら同乗させてくださいと言ってこられたおふみの箸に「我が年の」とあっていつものお屋敷にいらっしゃらない様子だった通いどころの町の工事にいられるのかしらと思って参上したところ案の定「いらっしゃいます」というのだったまず硯を借りて夫がこう書いて差し入れた 「君がこの町の南に富におそき春には今ぞ訪ねまいれる」「あなたのいるこの町の南に遅いけれども回ってきた春を訪ねて参上いたしました」と言って宮とお二人で出かけて行かれた祭りが済んだ頃宮は例の鴨川堤の屋敷にお帰りになった」去年見たのだが、 お屋敷の庭のすすきの花がムラムラと茂って細く綺麗に見えたのがとても良かったのでこれを寝分けなさるとき少しいただけませんかとお願いしておいたのだが今度水なずきの払いに夫と河原へ出かけたときこれがあのお屋敷ですね謎と言って二人で懐かしく眺めたが住者をやって案内を申し入れた参上をしたいと存じますがあいにく連れがありますので 「先日お願いをいたしました『すすきのことを申し上げてください」とおそば使いの人におっしゃいと言い捨てて通り過ぎた「簡単な払絵なので間もなく終わり帰宅したら宮からすすきが届きました」という見ると長筆にきれいに彫った根を紙に包み青い色紙に書いた歌が結びつけてあった「帆にいれば道行く人も招くべき」 宿のすすきき。を掘るがり秋になって頬を抜くと道行く人を招くであろううちのすすきを掘り分けるのはつらいような気はしますが大変面白かったこの返事を私はどういうふうにしたのだったか忘れるほどだから書かないでもいいかしらしかし以前にもどんな返事をしたかとちょっと気がかりである。 翌年春もことなく過ぎて夏になる頃あの人はなぜか宮中で唱えがちになるように思われて朝早くから終日いて夕方になると散大するのが少し変だと思ったりしていると折から日暮の初声が物哀れに降りてきた「怪しくも夜の行方を知らぬかな今日日日暮の声は聞けども」。 不思議に夜というものの行方がわかりません日暮らしじゃないが昼だけはいてくださいますが。などというとやっぱり出にくくなったのであろう。こんなふうで別に取り立てて言うほどではないがあの人の気持ちをいつか怠りなく見定めようとしている私であった。月夜の頃取り留めない話をしてしんみりと向かい合うにつけても近い先の日のことが思い出されて苦しいから。 こんな歌が口から出た。「曇り夜の月と我が身の行く末とおぼつかなさはいずれまされり曇った夜の月と私の行く末とどちらが一層頼りないものでしょうか」しかし返事は冗談のようにしてしまった「推し量る月は西へぞ行く先は我の身こそは知るべかりけれ」。 月は西に傾くことは決まっている。お前の将来は私だけが知っているはずである。そんな答えは頼もしそうに見えるけれど、この人が自分の家だと思ってくつろいでいるところは、もっと他にもあるようなので、考えてみれば意外なほど2人の間は疎遠だったのだ。長年会っているのに、子供も多くは生まれないし、 幸せな人と言われるほどの資格はなく、はかなく物思いばかり多い日頃であった。そうは言っても、母親の生きている間はどうにか過ごしてきたが、この年の秋の初め、深草の山だらで長い間患い続けた後、母は亡くなってしまった。私としては、 世間の人が思いもよらぬほどいたたまらないくらいわびしく思われた。肉親の多い中でも私は母にだけは死に遅れてはならないと繰り返し繰り返し思い悩んでいるとどうしたのか手足が急に引きずれてきて息も絶えそうになってしまった。けれども何かを言い残しておきたい相手は 京にいることだし、山寺でこんな目に遭ったのでわずかにまだ幼い子供をそばへ引き寄せていった私ははかなくもう死んでしまいますお父様に私のことはどうなろうとお構いくださいませんように亡くなった母の弔いだけは皆がするよりも一層よく弔ってあげてくださいとよくお伝えするのですしかしその後 私終わりかもしれません」と言ったきり物も言えなくなってしまった長い月と日を病んで亡くなった母のことはもう仕方のないこととして人々は皆私の方にかかりきって「大変だどうしたらよいかなど口々に悲しんだ上にも悲しみで騒ぎが深くなるようであった口は聞けないけれどまだ意識はある。 目もどうにか見えているが気の毒な父が私のそばへ寄ってきて「親は一人じゃないどうしてこんなに」と言いながら薬糖を無理に含ませてくれると飲んだりしているうちに硬直が治ってきたそして死んだ母が幾日か患っていた間あまり物など言わずただこうしてはからく日を送っていることを夜昼嘆きどうなさるつもりだろうとしばらく苦しい息の下にいられたのを思うとやっぱり 同じ嘆きをしている自分は生きているのがつまらなく思い続けられたあの人も話を聞いて駆けつけてきたが私は夢中で何にも知るはずがなかった代理の人が会って一部始終を話すと泣いて死んだ汚れもいとわないふうであった「それはかえってよくないから」などと他の人が止めたので 聖を避けるため立ったまま見舞って帰ったその時のありさまはやっぱり身にしむようで愛情もひとしお深く見える様子であったとやかく世話をしてくれる人も多くお葬式のことも済んでしまった寂しい山寺にみんなが集まってぼんやりと時を過ごしているが眠れないままに一夜を明かすことも多かった そんな朝山のあたりを眺めると霧が麓を隠している。今日に帰っても誰のところへ身を寄せたらいいのだろうか。いっそこんな山寺で死んでしまった方がいいと思うがふと後に残る子供のことなぞを思い返しさてまた生きていくということもつらかった。十日余りたった。 僧たちが念仏の合間に話しているのを聞くとこの死んだ人が目の前に見えるところがあるさて近づけば消えてしまう遠くからだけ見えるんだがどこの国だったかな耳楽の島とか言うんだなど口々に語るので悲しいほどその島のことが知りたくなりこんな歌を口ずさんで見た「ありとだに。 よそにてもみんなにしおわば、わりに聞かせよ、耳楽の島。せめてよそながらでも会いたいから、有名な耳楽の島を私に教えてください。それを兄が聞いて悲しんで、いずことか音にのみ聞く耳楽の島くれにし人を尋ねん。うわさにだけ聞いている耳楽の島。 その島へ亡き人を訪ねて行ってみたらどういう悲しみに会えるであろうかこの間中夫の方では見舞いに来ても立ったままでいなければならないのをもどかしく思うらしく人に容態を聞いたりしている私は今では何にも考えていないようなうつけた状態だったが夢中の気がかりなこと頼りなさなどを 「あの人はうるさいほど書きつけてくるがすべてそれも心に留めているやらいないやらわからないふうでいたものだからよく記憶にも残っていない」「今日の実家へ急ぐ心もないが勝手なこともできないので今日はみんないよいよ出発という日になった」「この山寺へ来た時は私の膝にうつぶしていらっしゃった母をなんとか苦しくないようにと 自分は汗水くになっていた,わった今度は楽々とゆっくり車に乗れたにつけて道中不意に悲しさがこみ上げてきた家に着いて車を降り立ってみても物を覚えないほど悲しいのだ一緒に縁側近く出て手入れをさせた庭の草など病気の初めから打ち捨ててあったから今は生い茂り様々に咲き乱れている。 特別の供養なぞもみんながめいめいに営んでくれるから私はただぼんやりとそんな庭を眺め暮らし君がうえしとむらすすき虫の根の刺激のべともなりにけるかななど悲しい歌を思い出し口ずさんでいた手触れねど花は盛りになりにけりとどめをきけるつゆにかかりて 手入れもしないのに花は盛りになってしまった亡き人の残した露を受けてそんな覚えを歌に読んだ「誰も彼も宮中に散大せず服もも皆一緒にしているようでめいめい身の回りを屏風基調などで囲って引きこもっている中に私だけは気の紛らしようもなく」。 夜は念仏の声を聞き始めるとそのままずっと泣き明かしてしまう四十九日のお法事は誰もかけることなくうちで行った夫が大抵のことをしてくれたようなので大勢の人が集まった私は前々から志していた仏の絵を描かせたその日が過ぎてしまうとみんなそれぞれ別れ別れに帰っていった 私の気持ちはましてだんだん心細くなりいたわりようもなくなったがあの人はこの心細そうにしている私のもとに前よりもずっとたびたび通ってくれていた何にもすることがないものだから寺へ行った時あちこち取りちゃかした品物を整理していると母が日常使っていた道具書き残した文などが出てきて息も詰まりそうな気分であった。 もう病気が重っていよいよ受戒をせられた日ある坊さんの毛さを体の上からかけたのだがそのまま死んでしまった今になってその毛さが物に紛れ込んでいるのを見つけ出したこれは持ち主に返そうとあかつき早く起き出してこの毛さと書いただけでもう涙にくれてしまうこの毛さのために 刃の玉となるらん結ぶにも袖ぬれまさる今朝のつゆかな亡き人はあの世で蜂巣の玉となっているのであろうこれをお返ししようと結んでいると一層悲しみが新たになる」と書いて持たせてやったまたこの今朝の持ち主の兄君も胞子なので 祈祷などしてもらったりして頼もしかったが急にまた死んだという噂を聞いたのでこの弟子の気持ちはどんなだろうと私まで大変身につまされた頼りにしていた人ばかりが死んでいくのはどうしたことかなど思い乱れしばしば疑問の文を書いた「この亡くなった人は相当な装飾にいて売倫院に勤めていたのである」。 日も過ぎた頃こう書いてあった「思いきや雲の林を打ち捨てて空の煙にたたんものとはあの方が雲の林を捨てて煙となって空に登ろうとは思いもよらないことでございました」「自分の気持ちがわびしいのでまるでこの魂がい ににも山にも山儚いままに秋冬も過ぎた同じ庭内に兄一人とおばとが住んでいたそれを親のように思ってはいるがやはり昔のことばかり恋しく明かしているとすぐ年も暮れやがて春となり夏も過ぎていった 母の一周期の仏事となり、今度だけはあの山寺ですることになった。当時のことを思い出すといろいろ一層しめやかに悲しく思うのである。同志が初めに、単に秋の山辺を訪ねられたのではない、目を閉じられたところでお経の意味をおときになろうとするのである。と言い出されるのを聞いただけで、悲しさで意識を失い、 とのことは分からなくなくっってしまった。が「が法事のこと万端終わって京へ帰りすぐに喪を脱いで鈍色のものは扇に至るまで払いをした」「藤ごろも流す涙の川水は岸にも勝るものにぞありける」「涙ながらに喪服を流しやると川水も涙ぐんできそうである」 それほどひどく泣けてきたが他人には何も言わないでしまった。その日も過ぎて所在ないまま久しぶりに琴の塵を払ったりして引くとはなしにかき鳴らしているともう気にちも過ぎたのだがたとえ我が身は力ない境遇であるにしても母さえ生きていてくれたらなどと思い続けられる。ふと向こうの部屋にいるおばから今はとて 息ずることの音を聞けば打ち返してもなおぞ悲しき気にちもうすぎて琴を弾いていらっしゃるのを聞くと一層悲しくなりますと言ってきた格別優れた歌でもないのに心の弱っている私は一層身につまされて亡き人は訪れもせで琴の王立ちし月日ぞ帰りきに蹴る 亡くなった人はもう訪れては来ないことのお命を絶った月日は回ってきましたが肉親の多い中でもすっかり頼りにしていた姉がこの夏から夫とともに御国へ赴かなくてはならなくなり一周忌が果ててと定めていたがこの頃になってようやく出発することになった。このこのとと、を思うと もう心細いぐらいでは済まされない。いよいよ出発という日になって行ってあった。装束一揃いに、こまごましたものを入れたすずり箱を一つ送った。姉の家は騒がしくごった返していたが、そんな中で私も立っていく人も胸がいっぱいで、目を見合わすことさえできず、ただ向かい合って涙を止めかねていた。みんなが どうしてそのようになさる不吉だから我慢しなさいなどと言う。こんなことでは車に乗るのを見るのは辛いだろうと思っていると、私の家の方から従者が、早く帰ってきなさい、ここに来ているという夫の伝言を持ってきた。急いで車を寄せさして乗るときに、行く姉は蓋色の小内着、泊まる私は赤くちば色の薄物を着ていたのを脱ぎ替えて別れた。 長月10日余りのことであった家へ帰っても「どうしてそんなに不吉に」と夫に咎められるほど泣かれてきた「さて昨日今日は大阪山辺りまで行ったかしら」などと思い巡らしたりして月の明るい庭を眺めていると向こうの叔母の方でもまだ起きていてしばらくことなぞを弾いていたがこんな歌を送ってよこした。 引き止むるものとはなしに大阪の関の口目の根にぞそぼつる大阪の関も朽ちてしまってあの人たちを止めるものではなく私はただ口目の音に泣かされています考えればこの叔母も私と同じく嘆きを繰り返している人であった思いやる大阪山の関の根は 聞くにも袖ぞ口目つきぬる。あなたがことをひいて思い合っているのを聞くと、私も袖頭が濡れてきます。私はそんなことを思いながら歌を返した。間もなく年も改まった。弥生頃、この家に来ている間に、あの人は急に苦しがり始めた。 ひどい苦問で、どうしたらよかろう大変だと、私はただおろおろして見ているだけであった。そして私に向かって、ここにいたいのは山々だが、何をするにも不便だからあちらへ帰ろう。無情だと思ってくれるな。急にあとどれほども生きられない感じがして困ってしまった。死んでもきっと思い出してももらえないような気がして悲しいのだ。と言われたので、 私もまた頭がぼーっとするくらい泣き出してしまった。泣くな泣くな、一層苦しくなってくる。とあの人はいい、とてもつらくてならないのは思いがけなくこんな別れをすることだ。もしものことがあればお前はどうして暮らすつもりでいるだろう。よもや一人で過ごすわけにもいかないだろうに。しかしそれはいいが、私の夢中にだけは再婚してくれるな。 万一死ななくてももうこれが最後だと思うんだ。回復してもこちらへ来るほど達者にはなれそうにない。自分がちゃんとしていてこそどうにかお前もやっていけようと思うがこうして死ねばこれが最後になってしまうのだ。など伏しながら書きくどき悲しむのだった。それから邸内の誰かれを呼び寄せてこの人をどんなに愛してるかわかるか。 こうして死ねばもう会えなくなってしまうんだ。と言うとみんなももろともに悲しんだ。私はもちろん物も言えなくなってただ声を上げた。そのうちにますます病状が重くなって車を寄せて乗ろうとして人にかき起こされ助けられてやっと乗った。こちらを見てつくづくと顔を見つめて思い屈した風だった。 私は言うまでもなかった。そばにいた兄が「どうして縁起の悪いことばかりおっしゃるんです。一な何でもないじゃありませんか。さあ早く参りましょう。」と言ってすぐに抱えるように車に乗り込んでいったとっても不安だったので一日に二度三度と文をやった「本邸では憎らしいと思う人もあろうが仕方がない」返事は、 ああちらの年笠の年次女に書かせてあった。「ご自分で書けないのがつらいとばかりおっしゃっています」などと伝言がある前より一層ひどくなったということなので言ったとおり自分で看病もできないのをどうしようなどと思い投げきつつ10日余りにもなってしまった「度胸図法などの祈祷をして少し解放に向かったようである夕方 自分で返事をくれた「不思議に病気が長引いて日を送っているが今日はそんなに苦しくもないためかお前のことが気にかかります」など人目を忍んで細かく書いたらしかった「気分もしっかりしたので大っぴらにではいけないが夜の間においででないかこうしてばかり日がたったので」などと書いてあるが その上折り返し同じことを言ってくるので仕方なく「車をよこしてください」と言ってやるとすぐに迎えが来た差し離れた綿殿のところにちゃんと準備をしてあの人は端に伏して待っていた火を灯していたが消させて車を降りたので大層暗くて入り口も分からなかった「変だねここにいる」と言って 手を取ってて導いてくれた。「どうしてこう長い間会えなかったんだろう」と日頃の暮らしをいちいち話してしばらくすると「明かりをつけよ真っ暗だちっとも気兼ねはいらない」と言って屏風の後ろにほんのりと明かりを灯した「まだ魚なぞも食べないのだが今夜いらしたら一緒にと思って取ってあったどこに置いたの などというのでお食事を差し上げた「少し食べたりしていたが坊さんたちが来ていたので夜が更けてからご祈祷にと言ってきたので「もうお休んでください」「今日は日頃より少し気分がよろしい」と夫が言うと僧侶は立ち去った「夜が明けてから人を呼んでほしいと私が頼むとまだ暗いではないかしばらく」などとぐずぐずしていた。 明るくなってから、召使いを呼んで、瞳を上げさせてみた。ごらん、お前のところでは、草などをどんな風に植えたかしら、と言って眺めたりしているが、大変みっともない時間になってしまいましたが、気が気でなく、私は急ぐのだったが、何、構わない、ご飯でも食べてから、など言われるうちに、昼になった。すると、あの人はどう思ったのか、 さあ一緒にお前の家へ帰ろう。みんなが待っているといけないから。などを言うものだから私は孫つき。こうして参上しただけでも人がどう思うかと心配ですのに、あなたをお迎えに来たのだと見られたらどんなに嫌なことに思われるでしょう。と言うとやっと納得したのか。そんなら男たち車をよこせよ。と言うのだった。車が来たので私が乗るところへも、 あのの人はやっとのことこで歩きき出してきた。それを見るのも気のいたわりがあった「いつでしょうお出かけは」と言って慰めてみたが涙がにじんだ「ちょっと心配だから明日か明後日行こうかな」とひどく寂しそうな様子だった少し車を引き出して牛をかける間に見通すと 元の部屋に帰ってこちらを遠くから眺めながらぽつねんとして立っているのだそれを見ながら車を引き出すと思わず私は何度も振り返っているのであったそのお昼ごろ文が届いた何くれと書いて「限りかと思いつつ腰ほどよりもなかなかなるはわびしかりけり」 最後かと思って別れてきた時と比べて再会できたのがかえって心が苦しい。返事にまだ体操送苦しそうに見えましたので今も非常に気がかりです。かえって我もさぞのどけき床の裏ならで帰る波地は怪しかりけり私ものんびりと床の中でお話しすることができずに帰ってきて道すがら 涙催してしようとてもありませんでした」と書いたやはり苦しそうだったが我慢して二三日のうちに見えたそしてだんだん普通の体に回復していくといつものような感覚で通ってこられたうずきの頃鴨の祭りを見に出かけたが思いがけなく時姫の方でも来て祭りの中にいるのであった 「それらしい」と見たのでその前に自分の車を止めた。行列を待つ間の所在なさに橘の実があったのに葵をかけて「葵とか聞けどもよそに橘の」「葵祭りにあやかって今日はあなたに会える日だと申しますのにこんなに外に立ったままでお目にかかれずにいた」と言ってやるとややしばらくたって。 君つらさを今日こそは見れ向こうに立ったまま会いに来てくださらないので今日こそあなたを薄情けな人だと思いました」と返事が来た年来敵同士で憎々しく思っているはずなのにどうしてこう穏やかな言い方をしたんだろうと不思議がる人もあった帰宅してこんなことを夫に話すと 食い潰してしまいたいとは言わなかったかね?」と上機嫌で笑うのであった今年は宮中で単語の設営が催されるというので大評判だったなんとかして拝観したいのだが場所がなかった「見たいのなら」とあの人が思わせぶりを言うのを耳に挟んでそれでは賭けにすごろくを打ちましょうということになった「よかろう見物をかけてね」 とあの人も乗り気だったが私が勝ち目を打った喜んでその用意を整えながら用意の間の静かになった時硯を取り出して手習いのように「あやめ草おいにし数を数えつつ引くやさつきのせちにまたるる」「早めの生えた数を数えつつその根を引く五月の節句がしきりにまたれます」と書いて差し出すと笑って 隠れぬにうる数を誰か知るめ知めらずも待たるなるかななか隠れた沼のあやめの数を誰が知ろうか当てにもならぬことを待っている人だね」とは言いながらやはり拝観させてくれるつもりがあったので当日例の兵部卿の宮のおさじきの同じ続きに二間あったのを分けて立派に準備を整えて見せてくれた。 子供の道綱は素直に成長して、もう十一、二歳になってしまったが、私の方では明け暮れ世間並みでないことを飽きもせず嘆いてばかり過ごしていたのである。それもそのはずで、私は夜なぞもあの人の訪れのない時は人気もなく心細げに、今はただ一人と,と頼りにしている父も、この十四年間は地方周りの国の神ばかりを歴任しているし、 稀に都にいる時も四五畳あたりの別宅住まいで私は左近江のババのそばなのだから大層をかけ離れていたこの家も手入れをしたり世話をしてくれる人もないからひどく荒れていたここへあの人が平気で出入りするのは私が心細く思っていることなど大して気にもしていないからだろうと思いは乱れがちであった用事が多いなを言うのは 何かこの荒れ果てた家の雑草よりも多いくらいだと思いぼんやり庭を眺め暮らしているうちに8月に月は移ってしまった心をのどかに送ったある日些細なことから言い争ってその挙句私もあの人も悪口まで言い合ってすっかり機嫌を損じて出て行くことになった縁側の方に歩いて行って幼い道綱を呼び出し 私はもう来ないからね」と言いおいて出て行ってしまった。すぐに入ってきて道綱は手のつけられないほど泣き出して「どうしたの?」となだめてみたが返事もできないふうであった。他人が聞くのも嫌で気違いじみているので問いさしてあれこれと透かしていたが五六日ばかり過ぎても音沙汰もなかった。ただならぬほどになったから。 ああ、気違いじみたことだ、冗談だと私は思っていたのにと思い返しそれにしても儚い二人の中だからこんなことでおしまいになってしまうこともありうるかもしれないと頼りなく思いしおれて座っていた出て行ったあの日あの人が瓶を洗ったゆするつきの水がまだそのままにしてあって水面に塵が浮かんでいるこんなにまですさんでと たしはまくそれをいっているのだった「耐えぬるか影だにあらば問うべきを形見の水は見臭いにけりあの方との間は耐えてしまったのだろうか水面に面影でも映れば問いたいのだが水草が生え込んでそれも見えなかった」。など思い返していた日ようやく見えた。 「しかしまたいつものように冷たい態度になってしまった」「こんなに胸も潰れるようなことばかり繰り返して本当に気分の落ち着く暇もないのが身も細るほどだった」「長月になって世間の秋はさぞ華やかであろうと気分を変えてどこかへお参りしたい頼りない身の上のこともお祈りしたいと考えこっそり 伏見の稲荷三社へ出かけてみた人はさみの御手蔵にこう書きつけたまず下の宮城に「著き山口ならばここながら神の景色を見せよとぞ思う」「高原新たかな山の入り口の神ならもうここで見景色を表してください」「中の屋城では稲荷山 多くの年ぞ越えにける祈る印の杉を頼みて稲荷山へ祈る印の杉の枝を頼りにして長年お参りしてまいりました私でございます最後のお社では次の歌を手向けた「神々と上り下りはわぶれどもまだ逆ゆかぬ心こそすれ神々と共に 坂を上り下りしてお祈りしますが、まだ私の坂へはやってこないように思われます。同じ長月の末には、また鴨神社に参詣した。今度は二はさみずつたむけ、下の社のは、神や石、下にはみくず積もるらん、思う心のゆかぬみたらし。神の方でせき止めるのか、下に水垢がたまったためか。 私の心は未だに叶えていただけない。榊場の「時派書き葉に夕しでや」「堅苦しなる目な見せそ神」「榊にも面をつけた見手蔵を差し上げるのですからどうぞ私を悲しがらせる境遇に合わせないでください」「また神の宮代ではいつしかもいつしかもとぞ待ちわたる」 森の駒より光みんまを森の木の間から神の光の見えんことを今か今かといつも待ち設けています。ユーダすき、結ぼ惚れつつ嘆くこと、絶えなば神の印と思わん。ユーダスキが結ばれているように、鬱屈した私の心が晴れたなら、神の印があったと思いしましょうに。などを言い、 神様の聞いていないところで陰口をたたいた秋も過ぎ冬は一日だも森だと行事が多く身分の上下の隔てなく忙しく騒いでいるものなので私はかえって一人寝がちに過ぎてしまった翌春弥生の末頃鶏の卵があったので これを伊勢物語の歌のように何とかして遠ずつ重ねて結びつけてみようと慰みに涼しの糸を長く結んで一つ結びつけてはかがりかがりして立ててみるとうまく重なっていったこのままにしてしまうよりはと思い九条殿の女房様に相乗した折からの卯の花につけてやったただごく当たり前の手紙にして端の方に この卵が戸へ重なったのは、こんな風にしてでもできるようでございます、とだけ申し上げた。するとすぐ女吾様のお返事があった。数知らず、思う心に比べれば、戸を重ねるも,も、物と矢は見る。限りなく思う心に比べると、戸を重ねたって、物の,の数ではないようですね。私の方からも返事を差し上げる。 思うほど、しらではかいやあらざらん、えすえすも数をこそ見め。思っている程度がわからないでは、何の買いもありません、ぬ、えすえすも数が知りたいものです。それからその卵を、時の醍醐王子に差し上げられたということであった。さつきには、 十日余りに天皇のご病気のことがあって、世の中はしめやかであった。まもなく二十日余りに崩御せられ、東宮がすぐ御位にいかれた。それまで東宮の助を務めていた夫は、クロードの党に任ぜられ、大騒ぎをされるので、悲しみはそこそこにして、お喜びの言葉ばかり聞かされる。それをいちいち応対などして、少し人心地がするが、 私の心はやはり同じであるにしても引き換えたように騒がしく暮らしている。しかし三笹の沙汰や何かの話を聞くと、先頃まで高級でときめいていられた方々の気持ちはどうだろうと思いやるだけでも哀れである。やがて日も経ったので、ご長愛の深かった上岸殿の御方に、いかがお過ごしでいらっしゃいますとお見舞いを申し上げたついでに歌を送った。 世の中をはかなき者と御捧さぎの埋もるる山に嘆くらんやぞ世の中をはかない者と感じ御捧さぎの山で嘆いていらっしゃることでしょうお返事も大層悲しそうだった遅れじと浮き御捧さぎに思い入る心は死での山にやるらん共に御捧さぎに入ってしまいたいと思っている私は 心はももう死んだも同じでございます。御四十九日もすぐ過ぎ七月になった宮中にお仕えしていた兵衛之助がまだ年も若く何の苦労も投げなのに急に親をも妻をも捨てて永山に登ってそうになったまことに惜しいと見ているうちにその妻がまた後を追うように雨になってしまったと聞くのであった この人は前から文通していた間柄で大変気の毒で痛々しく慰めの歌を送った。奥山の思いやりだに悲しきにまた雨雲のかかるなりけり。山寺の生活を思いやるだけでも悲しいのにまたあなたまで雨になり遠くへ行ってしまわれました。筆跡は元のままで返事が来たのも悲しかった。 山深く入りにし人も尋ねれど、ななお雨雲のよそにこそこ山深く入った夫を雨になって尋ねましたがやはり雨雲に隔てられて会えませんこんな異部関世の中で夫のように中将だとか三味だとかに昇進する人もあってしきりにあちらこちらでお祝いがあったあの人は 大変騒がしいので困っていたが近くて適当なところができたと言って急に私を東一条の本邸のすぐ近くへ移転させた乗り物がなくても歩いて来られる距離だったので十分満足しているようだった下月半ばのことであった師走の末頃に夫の妹である浄眼殿の御方が この家のの家西隣の隊に退ししていらっしゃっゃた。「大津ごもりの日になってナマスというものを作ってみたがまだ昼のうちからコトコトパタパタと細かい音を立てるので一人で微笑しているうちに間もなく夜が明け新春となった」「昼ごろお客様の上眼錬の方は男なども混じっていないのでのんびりしている。 私や召使いの騒いでいるのを隣で聞いて「またあるる者はうぐいすの声」など春の歌を口ずさんで笑い合っている時ここでは手慰みに「木こり人形の片足に腫れ物のついているのにかちくりを編んで2つにしたものを担わしたのを誰かが持ち出してきたそれを取り寄せあり合わせの色紙の端にすねを貼り付けそれに歌を書いてあちらの方へ立てまつった。 肩こいや苦しいカルラン山髪の会うごなしとは見えぬものから。肩こい腫れ物は苦しいでしょう。このおきこりに担ない棒がないごとく会うときはないとは見えませんけれど。すぐに星見るの短く切ったのを一結びに束ね、王ごの先に付け替え、細かった方の足にも別の腫れ物をつけて元のより大きくして返してきた。 こんな歌がいいている「山月の会うごち入れて比べれば恋勝りける方もありけり」「会う時を待ってあなたのと比較してみると私の方が恋の勝っている方が見えています」「そして日も高くなったのでお正月の節句を差し上げているようである」「こちらもそのようなことをし15日にも例年のようにして過ごした」 弥生になって、お客様の方へと思われるお文を、間違えて私のところへ持ってきた。見ると、このままでは済まされないので、近いうちにお伺いしたいと思いますがあなたには、自分以外に決してとご出身の方がいらっしゃると思いますので、などと書いてあった。このおみの主と幾年も親しくしていらっしゃるので、こんな頼りがあるんだと思うと黙っていられず。 小さく書きつけた「松山の『差し越えて死もあらじよう我によそえて騒ぐ波かな』」「別に恋路の心配も終わりにならないのにこの人は自分がそれだからあらぬ疑いで大変心配していますね」と端に記し「あちらの方へ持って参れ」と言いつけて返した「ご覧になったのですぐ松島の『風に従う波なれば」 夜方にこそ立ち勝りけれ「波は風に従うものですからこの手紙も私の方でなく受け取られたあなたの方にお心が傾いているのでしょう」と上手に身をかわしてお返事が来た「この御方は東宮の御親代わりとしてお仕えしていらっしゃるから間もなく宮中へ三代なさらなければならない身だった。 このまま別れるのも心残りですから一度どうぞ、などたびたび言って来られるので、ある夕方こちらから参上した。折りもおり私の住まいの方へ夫が訪れた声がするので、さあさあ何を置いてもというふうに進めてくださるが聞き入れないでいると、容易のうちから眠がっていらっしゃいますからきっと機嫌を悪くしていらっしゃるでしょう、とおっしゃる。 私のような乳母はいなくてもと言ってなおぐずついていると誰かが呼びに来てうるさく言うのでゆっくりもできないで帰ってしまった浄眼殿の御方は翌日の夕暮れに宮中へ帰って行かれたさつきの剪定の一周忌明けにはまた退出せられるので前のようにこちらの隣へなどを予定していたが夢見が悪かったと言って 本邸の方へ退出されたその後もたびたび夢見が悪いので夢互いの祈祷でもしようかと思われ文月の月の明るい夜こう言ってこられた。ミシー夢を互い詫びぬる秋の夜ぞ願たきものと思い知りぬる悪夢を互いようと困っている秋の夜はつくづく眠れないものと知りました。 私の返事。さもこそは、たがうる夢はたからめ、泡でほどふる見さえ浮きかな。夢たがいはさぞ難しいことでしょうが、私のように会いたい人に会えないでるみもつらいことばかりです。またあちらから。会うと見し、夢になかなか暮らされて、名残恋しくさめぬなりけり。 会うことができた夢にかえって泣かされ名残惜しく恋しさから冷めきれないのです。私の方から「事頼るうつつや何ぞなかなかに夢は通いじありというものを」「夢の中では会う手だてもあると言いますから現実には仲が絶えてもいいではございませんか」と言ってやったらすぐ「事頼るとは何事ですか不吉な事の葉」 とおみが来て歌がてあっかわと見てゆかぬ心を眺めればいとどゆゆしくいいやはつべき。あれはと夢に見て実際は会えない気持ちを歌にして差し上げたのですからはっきり不吉な変化をなさっては困ります。私もまた渡らねば落ち方人になれる身を心ばかりは治せやわわく。 川を渡らなければ会えないで互いに隔たっている身ですが心だけは何者にも遮られることはないのでございます」など一晩中歌のやり取りをしたのだった「幾年以来の願い事があって是非とも初瀬に参詣したいと思い立ち来月葉月にでもなったらと定めたがさすがに心に任せず」。 やっと長月に出かけることになった。神奈月には大上への御経だし、本宅の方からも娘が女房代として出るんだから、それが終わってから一緒に行こうではないか、と、夫は私の一人旅を渋っていたが、私とは関係のない人のことなので、こっそりと出立ち、その日は悪いので門出だけにして、保正寺の辺りに一泊、翌朝早くから出発した。 お昼頃に宇治の別邸に着かかりながら見渡すと木々の間から水面がキラキラ光ってうっとりするような景色の沈盛り方である目立たぬようにと人も多く連れないで出てきたがそれも私の無頓着さからなのだが他の人だったらどんなに大騒ぎをしてきたことかなど思いやった車を巡らして幕などを引き渡し 後ろに乗っていた道綱だけを下ろして川に向かってすだれを巻き上げてみると背の中に網代がずっと張られていた行き違う船なども多く今までに見たこともない風景なのでみんな身にしみてまとまって眺められた背後を見ると歩き疲れた従者たちがつまらない柚子や梨などを嬉しそうに手に持って時々食べたりしているのも 旅の短い面白さであった。弁当を食べてから船に車を乗せて宇治川を渡った。ずんずん行くと、荷江の池や泉川などに来かかり、鳥が遊んでいたりするのもしんみりと面白かった。忍んで出発してきたせいか、何を見るにもまぶたが湿りがちであった。 泉み川も通り過ぎて、橋寺というところで、その世は止まった。夕方六時ごろ、車を降りて休んでいると、料理場と思われる方から刻んだ大根を何かの汁で和え物にしたのを最初に出してくれたのが美味しかった。いかにも田舎の旅をしているような感じがし、忘れがたかった。翌朝、川を渡っていくと、 そこら辺りには芝きを巡らした家々があってどことなく物語に出てくるような気がして大変趣が深かったその日もお寺のような場所に泊まって翌日は津波市で一泊したその次の朝霜が白く置いた町の上を山経の人たちはお参りと下校とこもごもにしてくる風情だった 萩を布の端で包んだ人たちが、行ったり来たり騒いでいる。瞳を上げた部屋に泊まって、体を清めるための湯を沸かしたりする暇に見ると、いろんな人が通り過ぎていく。そして、めいめいが思い思いの願い事があるだろうと考えてみた。と、しばらく経って、ふみを捧げてくるものがある。うちの前に泊まって、おふみというようである。 見ると夫からで、昨日今日のうちに急に思い立つなどとは何の沙汰か、心配している。人数も少なくて出かけたようだが、どんな風か、かねての話のように、三番も止まるつもりなのか、せめて帰るあらかじめの日を知らせてほしい、出迎えたいから、とあるのだった。返事には、つば市というところまでは無事でした。こんなついでに、一層山深く行きたいと思いますので、 帰りの日ははっきり申し上げられません、と書いた。しかし使いは、そこでなお三日もお泊まりになるのは困ります、など、次女たちが相談して決めているのを聞いて帰った。それからまた出発して、次第に進んでいくと、何でもない平凡な道も、いつの間にか山深い感じになってきた。水音も、常ならず心に染み、霧が立ち込めてきて、 木々の小杖が様々なものの形にぼんやり見えるのである。水は石のゴロゴロしている間から湧き出るように溢れていく。そんな中で夕日の差しているのを見ると涙も止めかねるほどだった。しかしこの山道ももみじにはまだ早く花も散ってしまった跡なので取り立てて言う景色の美しさもないのだが、 枯れたすすきだけが道端になびいているのに私はふと心を惹かれすだれを巻き上げ下すだれを車の両側に挟んでみるとさっと光線が入ってきて木崩れした着物の色が急に違ったように見えてきた薄紫色の薄物の藻を引っ掛けているのだが腰の辺りに塵がついていて赤茶けた口葉にそれがよく調和して見えるのも気ばれがしたものだった 小敷たちが野宿をして、道端に食器や鍋を据えていた。しかし私は、何か下人に近づきすぎたような気がして、山に入って帰って穢れたように思われた。本堂におこもりして、眠られもせず、そうかといって何もすることがないものだから、つくづくと聞いていると、目も見えないみすぼらしいものが、思ったことを人が聞くとも思わず、 「大きな声でくどくどとお祈りしているのも哀れであった」「なおしばらくこうして参浪していたいと思うが夜が明けると従者たちが大騒ぎをして車を京に向けようとしていた」「そして木戸はお忍びのつもりなのにあちらこちらで聞き伝えてご馳走に引き止められるので落ち着きのない旅だった」「三日目には都に着くはずであるが日もとっぷりくれたというので」 山のの国宮宅というところに泊まった大変鬱陶しい家であるがもう夜も更けてきたので開けるのを待ち構えていた翌朝まだ暗いうちから出発すると黒い衣服を着た者が馬に乗って後を追いかけてきたやや遠くで降りてひざまずくのを見ると近衛の,の随人である何の用かと誰かが問うと 夕べ六時頃に宇治の別荘にお付きになって、帰戸に疲れたかどうか見てまいれとご命令がありましたので、という夫の使いであった。車の先頭に立っていた男たちが勢いづいて、すぐに、早く車を進めよ、と牛飼いに命じた。宇治川のほとりまで来ると、霧が通ってきた方向もわからぬほど立ち込め、辺りは薄物のようだった。 車を岸に降ろしてごたごた手間取っているうちに夫の従者たちが大勢集まってきてお車を船に乗せよと呼ばわっている霧の下からふと例の費用を取る網代が見えたりして何とも言えない趣だったあの人は対岸にいるのだろうがまずこんな歌を書き送ってきた「人心宇治の網代に玉坂に」 夜火をだにも尋ねけるかな。お前は釣れない人だ。それで自分は網代にかかる火をのように、たまにでも会いたいと思って、帰路を迎えに来ている。船が岸に着く間に返事を書いた。帰る日を心の内に数えつつ、誰によりてか網代をも問う。私の帰る日をこっそり数えて、 宇治の葵路を見に来られたのは誰のためでしょうか他にどなたか目当てがおありなんでしょうみるみるうちに車を船に据えて大騒ぎをして対岸に渡すのであったそんなに高貴な身分ではないが卑しくない両家の指定で何と彼女とでも言われるような人たちが一緒に船に乗り込んでいて車の長江や富の尾の間に入ったりしている。 日しがわずかに漏れてきたようで、霧がところどころ晴れていくと、対岸では夫が息子たちや同じ役所の F の助などを引き連れてこちらを眺めていた。あの人も旅らしく仮衣を着ているのが鮮やかだった。岸の高いところに船を寄せてみんなで無理に車を担い上げた。長江を別邸の板敷きに引っ掛けて車を立てた。 精進落としの用意がしてあったので、しばらくみんなそこでかれこれしているとき、川の向こう岸に夫の叔父のアゼチの大納言の領所があって、そこにこの頃アジロ見物に来ていらっしゃるという人があった。こうして我々が来ているのを伝え聞かれるだろうが、お,お伺いするのでしたね、など話していると、そこに、もみじの美しい枝に、木地や費用などをつけて、 ダイナゴンからお文が届いた「おいでになっていると聞いてご一緒にと思いましたがあいにく何も差し上げるものもない日でしてね」とあった夫は返事に「ここに五刀竜のこと一向存じませずただいますぐに参上してご挨拶申し上げます」と書き使いの者のに引き出物として一重絹を脱いでやった死者はすぐに川を渡って引き返していった様子だった 折りり返し、恋鈴木などがしきりに届けられる。「こちらでは夫についてきた風流好きな人たちが集まり酔って『素晴らしかったですね今朝御車の月の輪に朝日がさっとさして見えましたところなぞは』と何か吉兆でも見たようなことを言う」「また誰かが私の車の後部に花や紅葉などをさしたんだろう」一族の人が「 近く花が咲き実がなりそうなご様子ですね。などを言うのに、道砂も何かと返答しているうちに、皆向こう岸の大納言の方へ渡っていくことになった。もちろん酔っ払うのもいい。と言って酒の強い連中を得りすぐって渡ることになった。川の方へ車を向けて指示を立てて長屋を置き、いつでも出発できるようにしておいて、二艘の船でこぎ渡った。 そして散々ごちそうになり、酔っ払って歌いながら帰ると、早速男たちが、お車の用意、用意と呼ぶので、旅疲れがひどく苦しかったが、ようやく都に帰り着いた。翌日はもう御家の準備も差し迫っていた。こちらでしていただきたいことはこれこれ、とあの人の方から気ぜわしく言ってくる。どうしてそんなに、とは思うが、 仕方がないので取り掛か,かった。当日は儀式の車が引き続いて、下塚へ手振りなどいう男女の従者を連れて行くので、いかにも晴れの場に出た感じがして華やかだった。月が改まって、師走になると大乗へのケミとか何とかで騒ぎ、私も見物の支度などに追われていた。そしてまた、年も押し詰まって、新年の準備なのだ。 こうして年月は積もっていくが、思うようにならない身の上を嘆き続けている身には、別に年が改まったとしても嬉しいわけではない。相変わらず儚い日常であることを思うと、こんなことを書き記していることもあるかなきかの感じがして、ちょうど、かげろうの二期とでも名付けたらよいのであろう。